人生初エスプレッソ。はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら国内最大級のエスプレッソ専門店、第一前科さんにお邪魔しております。こちら、墨田区にありますショールームですね。これから、ここでプロの方に、エスプレッソを初めて教わりたいと思います。これまでずっとね、僕抑えてきたんですよ、エスプレッソの熱を。いよいよね、今日やってみたいと思います。それでは今日の講師をご紹介いたします。お願いします。よろしくお願いします。いや、もういつも見ております。ありがとうございます。はい、バリスタの上松さんです。はい、よろしくお願いいたい。緊張してるんですよ。今全然使っていただいて大丈夫ですか？わかりました。はい、使います。しっかり使います。はい、株式会社第一電化社の専属バリスタ上松と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はエスプレッソを教わります。ちょっともう一人弊社の専属バリスタいるので、ちょっとご紹介だけ。はい、はい、一応ラテアートとかは彼の方が得意なので。わかりました。はい、じゃあちょっと一瞬変わります。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。僕もいつも拝見させてもらってます。ありがとうございます。改めまして、株式会社第一電化社専属バリスタの白石です。今日はよろしくお願いします。白石さんです。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ軽くショールーム内見て回りたいと思います。まずこれはすごいのがありますが、これは一体何でしょう？これ、まあ、多分最初入ってもらえると一番これってなんだろうって思われる方多いと思うんですけども、はい、すごいです。エスプレッソマシンが生まれた当初とかにこうちょっと近いスタイルなんですね。で、まあ、エスプレッソマシンというのは基本的に中にポンプが入ってて、今そのポンプとかによって圧力をかけたりっていうのをこうやってるんですけども、はい、まさにそうなんですよ。これ今そういうものが実は入っておりません。入っていない。入っていないんですよ。じゃあどうやって圧力をかけているかっていうと、はい、ここにスプリング、大きなバネです。ここにバネ、本当にバネが入ってます。へー、はい、でこれこう下げると、はい、ここめちゃくちゃ重たいんですけど、ちょっと持ってみられますか？はい、はい、重っ重いじゃない、本当に重い。すごいですね。要はこう下げた時にここの弁がですね、開いてお湯が流れ込んできて、でその時にバネの圧力で抽出をしていく。あ、この圧力で。そうですそうです。だから一回これは抽出始まるともう止まらないので、あ、こうカップを置いてるとするじゃないですか、はい、置いてるとすると自分で外さないと抽出が終わらないっていうような、そういう感じのマシンですね。じゃあ今度は最新式の方をちょっと見て、じゃあちょっと、はい、じゃあ向こう側ですね。はい、まあ、サンレモっていうメーカーのエスプレッソマシンです。はい、そのカズマックスさんって今までエスプレッソマシンですごく有名なメーカーとかって大体こう、まずデロンギさん、あ、はい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 、ランチリオさん、あ、マルゾッコさんとかですかね。まさに、ダブルボイラーとかは、まあ、マルゾッコとかはすごく有名なんですけども、このマシンの場合は中にボイラーが1、2、3、4、5、6、7、8、8個とか入ってます。いわゆるマルチボイラーって言われるんですけども、はい、それだけ徹底的に温度コントロールがしてるっていう状況ですね。なので、まあ、あとは温度をここでもこう管理できるようになってたりとか、あとは画面までついてますもんね。そうそうそうなんですよ。リアルタイムでいろいろ見れるってことですね。まさにそうなんです。あとは蒸らしの時間を変えられたりとか。蒸らし、はい、そっか、エスプレッソにも蒸らしっていうのがあるんですね。そこの概念って基本的にドリップとあんまり変わらないんですよね。あ、そうなんですか。多分そのカズマックさんもこうドリップで入れられるときに、はい、豆の状態によって蒸らしの時間変えられたりするかもしれないんですけど、うんうんうん、まさにそれと同じこうアプローチができるようになっているっていうのがすごい面白いところだと思います。なかなかこんなの触れないからすごいですね。すごいですね。まあ、車1台買えるぐらいの金額だったりするので、あ、そんな、ね、高級車じゃないですけど、はい、まあ、やっぱりいい、そこそこいい車が買えちゃうぐらいの金額になってきたりもやっぱりしますので、やっぱりもプロとしてはあるとテンションが上がる機種ではありますね。なるほど。はい、じゃあまず、はい、すごく初歩的なところからお聞きしたいんですけども、はい、エスプレッソってそもそもドリップコーヒーとの違いとか魅力とかっていうものってどこにあるんですか？ですね、まあ、ドリップって基本的にペーパーを通しますよね、うんうん、でエスプレッソって、あ、ちょっとじゃあ分かりやすいように、これ金属のフィルターを使用します、はい、やっぱりそこが一番大きな違いですし、あとはやっぱり圧力が、ドリップとかに比べると、まあ、高い圧力をかけて抽出をしていくっていうところ、うんうん、でそこでやっぱり味の部分であったりとか香りがダイレクトに出やすいっていうのがすごく大きな特徴だと思います。あとクレマってあるじゃないですか、はい、
あれはあのマキネッタとかってよくあるじゃないですか、はい、あれだと基本的にはできないですよね。やっぱりこういうしっかりとしたマシンがないですね。あのやっぱり圧力のかかり方じゃないかなと思ってまして、うん、もちろんこうプロが使うような大型のエスプレッソマシンとかは大体9気圧かかるんですけども、はい、逆に家庭用のエスプレッソマシンとかって、まあ、それはちょっとごめんなさい、マニアックな話だと、まあはい、中に入っているポンプの構造で9気圧ジャストでかからなかったりします。あよく入ってきます、はい、なのでやっぱりあのそこら辺の、まあ、そういうマシンもですねちゃんとアジャストしないと圧力はちゃんと適正にかからなくてクレマが薄くなっちゃったりとかっていうのはやっぱりあったりするので、うん、やっぱりそのマキネッタでもそういう風にあんまり出ないっていうのはそういう、まあ、やっぱり圧力の問題かなっていう風には思います、うんうん、はい。やっぱりクレマができるっていうのはこの業務用マシンのしっかりとしたマシンの魅力というか、はい、まあでも正直クレマがやっぱり出方に左右されるのは焙煎してからの日数がエイジングの部分だと思います、うん、やっぱりドリップの一番美味しい飲み頃とエスプレッソの美味しい飲み頃って全然違うと思うんですよね。そう、そこ聞きたかったんですよ。そうですよね。そうです、そうです。あんまりこう新しいの使いすぎると、はい、なんかこうガスが出すぎて困るって聞いたことあるんですよ。そうです。あドリップは2分とか3分ぐらいかけて抽出をすると思うんですけども、うん、エスプレッソってなんなら20秒とかで抽出をしてしまいます。あ、そうですよね。まあ、もちろんそうです。はい、その分極細に引き目は引きます、うんうん、引くんですけどもやっぱり短時間で全ての成分を出し切るためには、うん、やっぱりガスがたくさん残ってしまっているとガスが抽出を邪魔してしまうのでドリップに比べてちょっと長めのエイジングの日数が必要かなっていう感じですね。なるほど、はい。じゃあちょっと、はい、早速一回エスプレッソをちょっと体験させていただいてもちろんです。いいですか。どれでいきましょう。今度、はい、うちに、マシンを置いていただくので、はい、それをちょっと使いたい。あ、わかりました。あのちょっと実は協賛、はいはい、でカズマックさんにぜひ使っていただけるということで、はいはい、あのうちの上司からも OK が出ましたので、はい、じゃそのモデルをぜひぜひ使わせていただいて、はい、じゃちょっとこのモデルですね、はいはい、弊社でいうと、まあ、エントリーモデルのマシンです。まあ、家庭で使っていただくにはもう最強レベル、最強レベル、はい、なんならお店でこう使えるぐらいのマシンですので、はい、まあ、そういったようなマシンと、あとこっちはエウレカというブランドのエスプレッソ専用のグラインダーでございます。専用のグラインダー、専用っていうと何が違うんですか。やっぱりエスプレッソの引き目ってすごく細かい引き目が必要になってきます、うんうん、でその細かい引き目っていうのがそのエスプレッソの中でも細かく引けるもの、粗く引けるものってそのやっぱり調整ができないと、あ、完璧なエスプレッソを目指すのって難しいので、ものすごく精密な編みるってことですね。おっしゃる通りです。はい、まあ、これはエウレカの、まあ、ミニオンスペシャリタという、まあ、非常に今これすごく人気なエスプレッソグラインダーでございます。可愛い感じですね。可愛い感じなんですよ。カラーバリエーションもすごく多かったり。いくらくらいするんですか。ですね、ちなみに単体だと大体15万円ぐらいですってなりますよね。はい、うん、なかなかですね、うん、はい、精密ですからね、はい、うん、まあ、でもあの私たちの感覚でいくとこれ安いんです。ごめんなさい、ちょっとそれだと感覚がちょっと違っちゃうので、うんうん、まあ、業務用にも使えるものですからね。はい、ちなみにこっちのアパルタメントは、アパルタメントが20大体6万円前後ぐらいでございます、はい、なるほど、いい値段です。はい、でも、まあ、ミルが逆にこう迫る勢いで高いっていうのはすごいですね。そうです。でも逆に言うとエスプレッソミルの方がいいやつ使った方がいいなっていうのは思ったりします、やっぱりミルが大事、ミルが大事です。どんだけ精密に綺麗にちゃんと弾けているかで出方が変わるってことですね。で、まあ、ここもあのここで 0.1 秒単位でこう調整ができるように、あのこれは秒数ですね、 4.6 秒間そしたらブレードが回転して、まあ、粉が引かれていくっていうような、まあ、設計になってます。なるほど、はい、要はドリップするときみたいにこう豆を測ってミルに入れるのではなく、はい、豆を入れておいて何秒かでこう豆が落ちるかが決まるわけですね。おっしゃる通りです。しっかりちょっと入れて、はい、はい、すごい。あの、まあ、ラテアートは実は私全然下手くそで、あの、あ、もう一人の作家白石の方が、はいはい、上手なので、まあ、もしよければ後でちょっともっとすごいのが出てくると思います。すごい楽しみですね、はい、ハードルを上げて、ハードル上げておきました。じゃあ、はい、いただいていいですか。どうぞどうぞ。いただきます。じゃあエスプレッソの方から、
でちょっと今日はそのチューブ缶入りぐらいなので、まあ、いわゆるちょっとイタリアンエスプレッソ寄りな感じのものです。あ、なるほど、はい、しっかり系ですね。しっかり系です、まあ、でも一応スペシャリティコーヒーですので、はい、いただきます。うん、いい香り、濃い。いただきます。おお、うまい。うまい。これ一応ですね、やっぱり、まあ、イタリアンエスプレッソでいくとお砂糖を入れるとやっぱりまた味変ができると言いますか、うんうんうん、またここからの楽しみ方もできるので、あ、なるほど、もしあれだったらちょっと最後のはお砂糖を入れてみていただいて飲んでいただくとドルチェ感覚でいけます。すっごい濃いです。あのドリップだともう感じられないレベルのもう濃さがギュッとこう下に広がって本当に濃縮って感じ。そうです、そうです。やっぱ油分とかですよね。ラーメンですごい濃いラーメン、うん、スープ飲めるぐらいの、ああいう感じの口の中の残り方しますよね。ドリップコーヒーって僕もう慣れちゃって、はい、あんまりこう朝飲んでもこう目が覚めるってあんまないんですけど、はい、個人的にはこれはふわっときますね。うん、うまい。マジでうまい。じゃあちょっと砂糖を、もうちょっとしか残ってないけど、まあ、一袋まるまるこれいってもらっていいかもしれないです。マジですか。あの本当はさっき入ってた状況でイタリアの人はこれ3袋ぐらいいくんですよ、はい、で残ったやつを最後スプーンですくって食べる。うん、はい、それはなんか見たことがあります。僕も巻き出てでなんか真似事はしたことあるんですけど、こんだけしっかりとしたやつであまりやったことないから。そうなんです。じゃあ一袋いっちゃいますよ。これいっちゃってください。だいぶ入りましたね、うん、カラメルみたいにドボドボ。そうそうそう、これをスプーンですくって食べるんですか。そうです、すくって食べる、まあ、ちょっと飲んでみていただいてそのまま下のやつをすくって食べていただいてもすごい溶け残ってる。一気にスイーツになりましたね。もう完全にスイーツだと思います。ここまでいきますと苦味がさっき結構先行してきてたから、はい、より甘く甘さがこの苦甘がうまめっちゃ強く感じられる。今時のこうスペシャルティーコーヒーの浅煎りとかを使うともっと本当にこうフルーツっぽい感じの甘さとか酸味がキュッてこうね出てきたり、うんうんうん、そこら辺はあのエスプレッソどんどん顔が変わってくるといいますか、感じ方変わってくるので。エスプレッソ自体が強いからこんだけ砂糖入れるのに負けてない。負けてない。そうです。しっかり苦甘、はい、なんかエスプレッソってこうあまり知らない側からすると、はい、こうブラックで飲まなきゃいけないのみたいな、はい、そういうイメージが多分ある方もいらっしゃると思うんですけど、はい、本場というかイタリアの方でも、はい、特にそういうわけではなくて砂糖を入れてこうやって。そうですね、あのイタリアではお砂糖を入れるのが前提みたいになっているところはあります。何もブラックで飲む必要はないと。そうです、そうです。でまあ、例えばその今スペシャルティーコーヒーのシングルオリジンとかだと、うんうん、まあ、あんまりこうお砂糖を入れない方の方が多いんですけども、うんうん、エスプレッソがどういう味なのかっていうのを把握するためにちょっとお砂糖を入れた方が実際は味分かりやすいんです、はい、何かと合わせる方が分かりやすいんですか。そうなんです。なのでこう、なんかドリンクをじゃあいざ試作するぞってなったら、うん、まずは使用するエスプレッソにちょっとお砂糖を入れて、うんうん、まあ、まあそれ浅入りであってもでその味がどういう風に出てくるのかっていうのを判断してからそこで何を入れようかっていうのを考えたりしてますね、はい、あ、そういう考え方もあるんですね。そうなんです。面白いないですか、はい、ちょっとカプチーノの方がいいですか。あ、はい、どうしよう、ちょっと時間経っちゃってますか。あ、大丈夫ですか。はい、うんうん、あ、一気に優しい。美味しい。やっぱりエスプレッソ系のメニューを作っている上であの、はい、オーダー、お客さんからのオーダーって、はい、やっぱカプチーノとか多いですか、ね、多いですね。あの、やっぱり私たちもこうエスプレッソマシーンたくさん販売をさせていただく中で、まあ、やっぱりそのご購入されたお客様とその後やり取りをすることはもちろん多いんですけども、うん、じゃあどういうメニューが売れてますかって聞くと、うんうん、やっぱりカフェラテって答えられる方が多いですね、うん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 、やっぱラテアートとかもありますしね。そうです、そうです、はい。やっぱりそのあとカフェオレっていうんですかね、ドリップでミルク割るのとは全然やっぱり違う感じの雰囲気に仕上がるので、はい、うん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 、やっぱりそういうところでのこう、まあ、リピーターがつくといったらあれですけどお店ではやっぱり多いみたいですね。あ、そうですね、はい、エスプレッソにしかないこの濃さがね、濃さがありますからね、はい、まあ、これからカズマックさんも作れるようにこれを僕が作れます大丈夫です、大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあこれを早速僕が作らせていただいていいですか、はい、もちろんです、はい。ご教授よろしくお願いします。はい、わかりました。